山下財宝。山下財宝とは、山下智之大将を率いる日本軍によって、終戦時にフィリピンに埋められたとされる、莫大な埋蔵金についての都市伝説。フィリピンで一般的に語り継がれている伝説では、東南アジア、主にビルマの欧米諸国の植民地政府が貯蔵した、まま放置した金塊を、これらの地を占領した日本軍が挑発。 シンガポールからフィリピンで中継し、日本本土に海上輸送しようとしたが、連合国軍の潜水艦や航空機による日本と東南アジア間の海上輸送路への攻撃が激しくなったために、フィリピン内に隠しておいて、日本の敗戦の直後に引き上げようとしたところ、関係者が戦犯として連合国軍により処刑されたためありかの情報が失われたとされている。また、 山下財宝は日本が19世紀から1945年までかけて世界各地から略奪した財宝の一部であると主張する人々もいるがこの話はアジアの近現代史を背景にしたフィクション作品で7作家のが表したザ・ヤマト・ダイナスティアゴールド・ウォリアーズによって広く知られるようになったフィクションをそのまま真実として読み違えたものである金のユリと呼ばれる 架空の財宝をめぐるストーリーで第二次世界大戦の終戦までに財宝の一部が秩父の宮洋人氏新郎の監督下でフィリピンに分散して隠されたため一部が今なおフィリピンに取り残されたままになっているといった内容であるが虚実入り混ぜたシーグレーブのストーリー展開の匠さから本当の話だと信じる人々が続出した実際に 1942年にアメリカ領フィリピンでアメリカ軍が日本軍に降伏した時アメリカ植民地政府やアメリカ軍によりジャングルに大量に隠匿されたニッケルインゴットや日本軍による占領後にフィリピンに入植した日本人が大戦後の引き上げ時に現地に埋めた財産等が実際に見つかることもあってこうした伝説が真実味を持ったという説もある フィクションとしては、ゲーム、メダルオブ・オナーライジング・サニア、ニール・スティーブンスンの小説、クリプトノミコン、クライブ・カッスラーの小説、ドラゴン・センターを破壊せの舞台ともなっている。またテーブルトーク・ RPG、ソード・ワールド・ RPG ・リプレイ・アンマント・財宝編において、パロディとして使われている。上記のような、都市伝説ではなく、アメリカ軍やイギリス軍をはじめとした。 連合国軍の犯行を前に決戦場と位置づけられていたフィリピンで計画された近海による兵坦維持計画に関する記述を大東亜戦争当時に大本営の情報参謀を務めたホリエーザが自身の著書に残している。ホリエーザの記述によれば山下財宝とは上記の伝説にあるような東南アジアから挑発した近海などではなくフィリピンにおける アメリカ軍の偽造通貨による経済拡乱に対抗し、日本から送られた丸福円形の金貨に服の字が刻印されているためと通称される特製の金貨だった。山下大将の前言者である黒田茂徳中将が軍司令官だった1944年昭和19年2月に日本本土から空輸されたという。その総数は金貨2万5 0枚と言われ、 二万五千枚の丸福金貨は、第十四方面軍司令部の置かれたマニラに保管された。1945年、昭和二十年一月のアメリカ軍ルソン島上陸後、約一万五千枚は、方面軍司令部の転身に伴って、バギオへと輸送された。その後、バギオからも撤退する際に、さらに北部の山中に移送されたものと推定されるが、堀によると輸送関係者が全滅しており、 詳細は明らかでない。また、バギオへ運んだ、以外の約1万枚については、バギオ以外の拠点や、各部隊に分配されている。終戦後、入手の経緯は不明ながら、1950年、昭和25年に、日本国内で、丸福金貨1枚を換金したものが出た。当時の価格で3万円になったという、という意見がある、2018年6月。 財宝を狙ってカポネストーディ法な採掘を行ったとして15歳の少年を含む日本人4人とフィリピン人13人計17人が地元警察に逮捕された。1992年に大統領時代の不正蓄財の権威をかけられたフェルディナンド・マルコス元大統領夫人のイメルダ・マルコスは夫は山下財宝を発掘して財を成したと主張した。 それによると、1945年に結婚前のフェルディナンドは金の一部を売るために渡米し、1960年代から1970年代にかけての経済困難から国を助けるために金の販売益を国費に投入した。また、夫が残りの金をルソン島北の彼らの家の壁を含むいくつかの場所に隠したと述べている。この主張を フィリピン政府は本気で受け取らず、そのために否定も肯定もしていない。在宅から探しをめぐってのトラブルが頻発するため、2007年からフィリピン政府は山下在宅から探しの規制を強化し、これまでの届け出制から許可制となり、環境天然種減少へ1万ペソの手数料を払、取得する。それと同時に発見された場合の措置についても、以下のように権利の配分が取り決められた。 許可の対象となるのは、フィリピン国民もしくは資金保障のある団体、外国人もかで、発掘にあたっては、地主等の事前の許可と、土地保全のための保証金の供託義務も生じる。有効期限は1年だが、申請すれば1年の延長も可能である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。